きおいしい。こんな森林浴なんて岩戸台じゃ絶対できないですよね。純平くん、なんだかやらしい話ばっかりで困っちゃいましたよね。私たちだけで来てよかったかも。ん、まあね。はい、私です。待ってください、スピーカーフォンに切り替えます。どうぞ。今島の研究所にいるんだが、廃棄されて動かないはずだった機械が勝手に出て行ってしまったんだ。機械？どういったものなんですか？シャドウ以外だと勝手が違うので。戦闘車両の一種でね、実は対シャドウ兵器なんだよ。対シャドウ兵器って要するに戦車ってこと？みんなに連絡してけ。携帯。実は今男子3名と別行動中でして、全員の招集には時間がかかりそうです。そうか。あ、とにかくできるだけ早く当たってくれ。私もすぐに戻るから。もし目標が捕獲不能と判断される場合、破壊してもよろしいですか？破壊はね、多分だね。無理って、そんなの本当に止められるんですか？とにかくやってもらうしかない。また後で連絡するよ。ダメです、みんな繋がりません。まあいい、まずは我々の装備を取りに戻ろう。そうすれば山岸のペルソナでも探せる。もっとも島全体となると簡単じゃないわ。もう肝心な時にどこ行っちゃってんのよ。あれ彼女たちまだ起きてないのかな。もうお寝坊さんなんだから、海は待っててくれないってのにね。あ、日が陰ると水温が下がり体力を余計に消耗するからな。え？ああ、そっすね。そこなんだ。ところで純平、そういえば気がけに屋敷の使用人から何か渡されてなかったか？いや、見られちゃってました。実はメイドさんからお手紙もらっちゃったんすよ。これラブレターだったらどうしましょうね。純平困っちゃうなんて。赤だろ。何何？3人で縄文杉を見てきます。これは山岸の字だな。あー、もう夏に南の島へ来てなんで海に来ねえんだ。いいのかそれ、人として。お前が原因だろ。昨日のは重たい空気をなんとかしようって俺なりに気使ったんすから。俺に言うの？まあでもそれはいいんす。大事なのは野郎だけでどうすんのっていう事実っす。ここはもう現地でロマンス、新しい出会いしかないっしょ。つまり名付けて屋久島渚のアバンチュール大作戦。アバンチュール、ナンパでもするのか？ねえねえ、どうすか？つか真田さんいれば絶対行けますって。何を言い出すかと思えば。お前の意見も聞いておこうか。確かに面倒だな。俺らだけで一日中何すんすか？つかありえねえ。この流れはもう必然ですよ、必然。ならいつもの通りこいつに現場指揮をさせる。
なんすかそれ。作戦だと言ったろ、自分で。うわ、超へりくつだそれ。おい、ちゃんと真面目にやれよ。作戦だかんな。お、ターゲット発見。じゃあ早速行こうぜ。まあこういうところでの声のかけ方をリーダー殿に教えてやっからさ。まずは相手と共通の話題を探し出すのが有効なんだよね。だから最初は誰でも答えやすい無難な質問から入る。これ鉄則。どこから来たのとか、海楽しんでるとかな、そういう他愛ない質問で始めて、あとは会話のキャッチボールが重要なわけ。まず俺が声かけて気を引くからさ、お前が質問の切り出し役な。よし、じゃあ行くぜ。ねえねえお姉さんたち、はあ、どうだっていいじゃん。あれ、ああそんなことを言わないで教えてよ。なんで君に教えなきゃいけないの。なんでって、あそんな冷たいこと言わないでよ。おい、これのどこが会話のキャッチボールなんだ。いやこれからっすよ、これから。あのお姉さんたち大学生ですか、それとも OL さん。あのさ、君たちまだ若いよね、高校生とか。高校生が屋久島観光か、なんかムカつくよね。ムカつくと言われてもな、たまたま友人の別荘がここにあって招かれてるだけだからな。へえ、屋久島に別荘、すごいじゃんその友達。うちらは稼いだ自分のお金で遊んでるんだけどね。ああそりゃ偉いっすね。別に偉かないけどさ。で君たち何の用かな。はい、じゃあまたね。見事な会話のキャッチボールだったな。かなり頑張ったじゃないですか。そんなこと言うなら真田さんが手本を見せてくださいよ。なんで俺がそんなことしなくちゃならない。だってこれ作戦なんでしょ。成功に向かって協力すんのが仲間ってもんじゃないんすか。一応筋は通っているか。いいだろう、お前よりはうまくやってやるさ。ところどころで質問を頼むぞ。試合のペースは俺が作ってやる。お、次なるお姉様たち見つけたっすよ。何やってるんすか真田さん、早く手本見せてくださいよ。うるさい、黙ってろ。ねえねえ信子、あの子こっち見てない。あ、本当だ。え、よしえ、よくそっから見えるね。よし、戦いのゴングだ。いや、こんにちは。突然で申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことが。なーに？あの、連れの人とかいないんですか？連れの人？ナンパのつもり？ナンパじゃないけど、ただもし暇なら話をしたいだけというか、思いがけない話題に出会ったりとか、お互いいい刺激になるかもしれない。だからそういうのをナンパって言うんでしょ。
今時海辺でナンパなんてキモいよ。いいじゃんいいじゃん、どうせ暇なんだしさ。結構君らかっこいいし。たく信子ったら。ねえねえ、私たちいくつに見える？マジマジ、まだそれくらいに見える？いやお世辞でも嬉しいな。実際はもっと上なんだよね。そうでしたか。それほど目上の人となると。いやそれほど目上ってなると大人の魅力全開みたいな。なんか若いのに口がうまいな。ほんと君たちはいくつなの？ああ正直に言っちゃうと俺たち高校生っす。自分は来年卒業ですか。うーわーなんかショック。早く干支が一周するところだったわ。だいたい話題とか合わないと思うよ。私たちと話してても面白くないでしょ。またまた、君たちにして面白い話なんてないな。会社の上司の愚痴とか聞かせるよ。上司の口ですか。場合によっては興味あります。なんか君嘘つけないタイプだね。無理しなくていいんだけど。ちょっとよしえ、話の腰折らないでよ。興味あるって言うんだからそれでいいじゃんか。信子さん、いい加減誰かで構わないそのスタンスやめなよ。ねえいいじゃん、こういうの久しぶりだしさ。つーかこんな子たちいじってないで別荘戻ろうよ。あいつら待ってるよ。あいつらって彼氏？おっとそっか、ごめんね、待ち合わせの時間になっちゃった。私たち別荘地で彼氏たちとバーベキューしてるから、よかったら来てね。じゃあね。つか真田さん、なんか俺たちかっこ悪くないっすか。つかさ、お前もう全然活躍してないじゃん。次は本当頼んだぜ。女性一人か、今までにないパターンだな。周囲に彼氏さんの影なし、今度こそいけるんじゃないっすか。じゃあちゃちゃっと話しかけちゃいましょう。すいませんお姉さん。あら何？おっとやべえ。一人ですか？そうよ、もう暇すぎて困っちゃう。ところで見てたわよ、あなたたちさっきからナンパしてたでしょ。でどうだったの？だと思ったわ。あなたたち女心が分かってないもん。それを言われると帽子くんは自分のことばっかりって感じ。相手のためにって発想が欠けてるんじゃない？はい。 T シャツくんはクールだけど女の扱いはまだまだ知らないって感じ。まあそうかもしれない。っていうかなんかめんどくさそう、理屈っぽい感じで。髪のちょっと長い君はわかんないな。ミステリアスっていうかアンビバレンツって感じかな。言ってる意味わかる？ああ賢い。やっぱ君が一番好みかも。え？じゃ、待ってよお姉さん。なんて冗談、私君も気に入っちゃったな。マジっすか？
私のためになること、一緒に教えてあげよっか。はい。それじゃあこっちで日焼け止め塗ってもらおうかしら。あ、そんな、いいすか？もちろんいいわよ。日焼け止め、君の分もあるし。うひょー、いやー、悪いなー、諸君。ここはお先に行かせてもらいますよ。それにほら、君たちも一緒にどう？今ならお安くしておくわよ。お安く？今の太陽が本物じゃなくて、1980年代に某国が打ち上げた人工太陽なのは当然ご存知よね。あり？この人工太陽の光には邪悪な波動が含まれてて、市販の日焼け止めだけだと体内のオーラが濁るの。そこでこの特別な日焼け止めの出番ってわけ。今なら3本でお値段たったの30万円ぽっきり。おい、彼女の言ってることだいぶ変じゃないか。うわぁ、おバカ、この状況で俺だけ置いてくな。行っちゃうの？うまくいかねっすね。ナンパには興味なかったんじゃ？勝負にはこだわりたい。問題点は分かってる。お前の欲望が丸出しだからだ。あ、きっとね、責任逃れだ。事実を言ったまでだ。そういう真田さんこそハズレバックじゃないですか。なんで女の子の前でもリズメなんすか。意味わかんねっすよ。なんだと？こうなったら現場リーダー、どっちが悪いと思う？俺は勝負にはこだわるんだ。そうだそうだ、そんなんで納得できっか。つかお前ちゃんと考えてこた。え？あ、どうした？何かあるのか？最後の最後にすげえ涙よ。憎いぜ神様。つかマジ可愛い。確かに。やっべえよマジで。これ取りゃ今までの負けなんてチャラでしょう。ここは一つみんなで行かずに一人ずつ慎重に行く作戦でどうすか。よし、採用だ。よし、なら順番決めるっすよ。勝った人から時計回りで。最初はグー、じゃんけん。やり勝ち。じゃあ俺1番、真田さん2番、お前が最後ね。よし。さっきからずっと海見てるね。一人？俺順平ってんだ。もし暇してたら話でもしね。一人よか楽しいんじゃねえかな。人を探しています。あなたではありません。なあ、切られたな。
予想以上に早かったな。手強いっすよ先輩。よし、あとは俺が勝つだけだな。ああ、君、海が好きなのか。何でしょうか。ああ、いや、海はいいよな。トライアスロンの選手はプールでの練習が中心の選手より海で鍛えてる人の方が強いらしいぞ。やはりそういった情報は私には必要ありません。勝ったな。お前よりも長続きしたぞ。長さの問題じゃねっつの。なんか俺もう泣きそうっす。泣くな。俺まで惨めになるだろうが。というわけだ。お前が何とか拾わないとトラウマになっちまう。俺は負けてない。負けてないからな。あとは任せた。なんかびっくりされてんぞ。やばい、俺らも突撃するっす。ひとまず危機回避を優先します。それに確認は静かな場所でないと。お前何言ったわけ。走って逃げるって絶対なんかやっただろう。つかお前追いかけた方がいいって。余裕かましてる場合か。とにかく謝ってこいな。出なきゃ共犯になっちまうだろう。今行けばまだ間に合うって。間違いないです。見つけました。あなたをずっと探していました。私の一番の大切はあなたのそばにいることであります。なんだそりゃ。そんなありかよ。バカな、どうなってる。声もかけてないはずだ。どこ行ってたの？探したんだから。というか皆さん、なんで水着で森の奥に。まったく、こっちは大変なことに。あれ、その子誰？なんで抱きついてるわけ？聞いてくれ。実は少し面倒なことが起きてる。休暇中にすまないが、すぐに戻って戦う準備をしてくれ。
いや、準備はいいよ。探し物は見つかったからね。理事長、どういうことですか？やれやれ、探したよ。勝手に出たらダメだろ、アイギス。はい。いやはや、心配かけてすまなかったね。もう大丈夫だ。あの、戦車を追うとかいう作戦はどうなったんですか？あ、それもう完了だから。アイギス、こっちへ来なさい。はい。彼女の名はアイギス。見ての通り、機械の乙女だ。はじめまして、アイギスです。シャドウ掃討を目的に活動中です。今日付で皆さんと共に行動するであります。うっそ、まるで生きてるみたい。信じられん。こんな可愛いのにロボって、何このトホホ。10年前、シャドウが暴走した時の保険として対シャドウ兵器というのが計画されてね。アイギスはその中でも最後に作られた一体、そして唯一の生き残りなんだ。対シャドウ兵器ということは、まさかペルソナを？はい、ペルソナ故障パラディオンを扱える仕様であります。彼女は10年前の実戦で大怪我を負って、ここの研究所で管理されていたんだ。なぜ今朝になって急に再起動したのか、いまいちはっきりしないんだけどね。ま、これから仲良くしてやってくれ。精神が備わった対シャドウ兵器、すごい、すごいです。あの、ところでさ、ちょっと確認したいんだけど、あなたさっき抱きついてたよね。その彼を知ってるの？はい、私にとって彼のそばにいることはとても大切であります。人物認識が完全じゃないのかもね。あ、それとも寝ぼけてるってことかな。そいつは興味深いぞ。寝ぼけてるって、まあそれは後で考えるとしてだな。あ、みんな知ってたかい？実はここ、いろんなレジャー設備がずらり揃ってるんだよ。テニスコートにプールバーに、あとカラオケなんかも完備らしい。聞かせちゃおうかな、僕のメドレー。え？花の屋久島旅行も早3日目か。明日はもう帰るだけだし、正直3日じゃ短いよな。まあでも、それっぽっちの割にはいろいろあったか。理事長の歌とか、お前の歌とかな。おかげで昨日の晩はほとんど寝られなかった。海岸で何かの任務でしょうか？そんなんじゃねって、ただ遊びに来ただけだ。そういえばアイギスは遊ぶってわかる？もちろんわかるであります。娯楽は心の栄養です。おお、そうそう。へえ、結構普通に話せんじゃん。まあとりあえず帰る前に一遍くらいちゃんと泳ごうぜ。あ、ちょっと純平くん、アイギス塩水につけて平気なのかな？そんなやわじゃないでしょう。あれ、海に入るんじゃないの？皆さんもご一緒されるのがいいであります。一人だけが楽しい行動は本当の遊ぶではないであります。変なとこ律儀なんだね。でもまあせっかくだし。私たちも行きましょうか。
そうだな。どうだい、楽しんでる？いやー、いろいろあったけど、なんとか今日は終日羽を伸ばせそうだね。そうですね。真田さん、何してんすか。真田さんの番っすよ。俺の番って何をやってんだ。楽しそうでよかったよ。明日のことだけど、帰りの船の時間は言ってあったよね。僕は多分先に港へ行っていると思う。朝早いから遅れないようにね。はい、伝えておきます。じゃあ寮に帰ったらまたよろしく頼むよ。はい。おーい、真田さーん。やれやれ、俺たちも行くか。ちょ待てって、アイギス、水鉄砲ってそういう意味じゃないから。うぎゃーたー。純平くん、ダウンです。おし、総攻撃チャンス。ちょ、タイム、マジ無理だっす。あずいぶんと苦しそうですね。お前らが、やっべ、あいつらだ。ああ、あの3人が例の。ほんとだ、来てんね。バカ、行くぞ。なぜ他の者は私を見るたび姿を隠そうとするのでしょう。まるで路地裏のネズミですね。さあな。ジン、彼にカプセルを。悪い、礼はいつもの方法で。待ちや。今回は代価をいただく代わりに話を聞かせてほしいのです。あのペルソナ使いたちが何やら騒がしいのですよ。彼らはこのところ月が深淵になるたび宴に繰り出す。あの塔にも頻繁に立ち入っている。なぜあんな戦いを始めたのです。知っているのでしょう。言えませんか。仲間だからですか。違う、俺はもう連中の仲間なんかじゃねえ。なら教えてください。赤の他人より今はカプセルの方が大事なのでは。ち、離れてた身だ。詳しいことは知らねえ。ただあの敵を全部やれば影時間やあの気味の悪い塔が消える、そう聞いてる。影時間を消すということですか。どういうことです。なぜペルソナ使いが影時間を消すなどと。ああ、しかもあの滅びの塔までも。ああ、滅びの塔だ。あんな不気味なもん消せるってんなら試すだろう。かよ。ええ、分かっています。今さら戻れっかよ。俺の力はもう昔みてえな純粋なもんじゃねえ。
疲れ様です。ごきげんよう。依頼を受けていただき素晴らしい。もうお見事でございます。それでは。Put your hands up, wave aside for